楠木兼高は、日本の自動車技術者。トヨタ自動車取締役副社長や、日野自動車工業取締役会長、中部インダストリアルエンジニアリング協会会長等を、歴任した。福岡県福岡市生まれ。1946年、東北帝国大学工学部機械工学科卒業、トヨタ自動車工業入社。大野大一に指示し、1972年トヨタ。 自動車工業取締役特殊部品製造企画室長に昇格。1975年トヨタ自動車工業取締役生産管理部長。1978年トヨタ自動車工業常務取締役木ラ工場長、生産管理部安全環境部担当。1982年トヨタ自動車工業専務取締役生産関係部門統括。 1984年から、トヨタ自動車取締役副社長として、生技生産部門を統括し、吉川淳一を生産調査室トップに起用するなどし、工場でのトヨタ生産方式の徹底を推し進めた。1985年、米国トヨタ自動車取締役会長。1986年、トヨタモーターマニュファクチャリング、USA 取締役社長。 トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ取締役社長。1987年ランジュ法相受賞。1988年トヨタ自動車相談役。1991年、日野自動車工業取締役会長。1993年トヨタ自動車顧問、君山党局日中受賞受賞。1990年中部、インダストリアルエンジニアリング協会会長。 1995年日本設備管理学会会長。2000年東北大学機械系同窓会会長。2020年9月16日死去。97歳没。ありがとうございます。